縦振りへ。完全にものにするにはまだ時間がかかるが、手応えは十分にある。スイングの修正でアプローチの精度も上がった。大舞台が近づいた。弥勒ちゃんにとって人生最大の挑戦になる。相手は大人、れっきとしたアマチュアの公式戦に出場する。ジュニアの大会ではお母さんがキャディーにつき、クラブ選びなどの助言をくれたが、今回はルール上それができない。よし、一人きりでコースを回る。プロの世界で活躍できるように、本人が自分で、考えてですね、そして、まあどんなピンチの時でも自分で脱出できるように。7歳児の世界新記録を狙っていた。これまでの記録はリディア・コが14年前に打ち立てた100、それを抜きたい。弥勒は常に今まで本当に誰よりも死に物狂いで頑張ってきたので、この記録を破れないはずがないっていうのが私は思っているので。大会2週間前、会場に赴いて現地での練習を行った。コースの広さはジュニアの2倍ある。泣きそうな顔してるの？世界ジュニアの時どっちが緊張してるの？これは失敗したって全然問題ないに。グリップ、方向ボールに位置を出すところ集中して。グリップ、方向ボールに位置を出すところ1、帽子にはクラブごとに自分が飛ばせる飛距離が書き込んである。それをもとに各ホールの攻め方を考え、クラブを選ぶ。忘れそうになるが、彼女は7歳。この時まだ小学1年生だ。アイフなんて一人の時もちゃんとやってくれるかな。やっぱり悲しいですね、大きくなっていくっていうのは。頼もしいようで、やっぱりその大人になっていくの見る、人間のああいう笑顔を見るとああいう顔を見ると100を切るのは大人だって難しい。世界記録を出して自分が史上最強の7歳でということを証明したいです。迎えた本番。出場選手の中で子供は弥勒ちゃん一人だ。今まで通りの力を出せばいいから、はい、ね、はい、いいね、でもね、頑張ってね。そして一人コースへ。1番パー4。両親は遠くからバードウォッチングよろしく双眼鏡で見守る。第3打。グリーンを捉え、ナイスオン。下りのパーパット。ボギーだよ。入んなかった。結果はダブルボギー。最初のパットがオーバーしたことがこの後影響する。3番ホール。フェアウェイ、オッケーオッケーオッケー、ストップストップストップ。あ、いいところだ、狙える。直接カップを狙える得意の距離。だが怖がってしまった。何やってんの、あのバカタレは。本当に全く。お父さん、お父さん厳しい。第5打。これも外れ、またもダブルボギー。心の揺れが世界記録を遠ざける。
私とか妻がついてたらすぐ立て直しすることはできるんですけど、立て直しができないだけに歯がゆいですね。9番パー5の第4打、正確なショットで好位置につける。ここはパーを取って気持ちを立て直したい。いいよお前。なんでその少女はバイブタイ。父の雄たけびは意味不明。前半のスコアは48だった。世界新記録は微妙な状況だ。パットは打ちに行ってるのか。最初のパターを外してからずっとパターもショートだ。こんなパターはもう2パットで入れようと思ってるよ。1回しかないんだよこのチャンスは。よく自分の中で心がけなさい。言ってしまおう。この後ミラクルが。未来の形よかったですね。退院早くて。いたた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 。どうしました？懐が。太もも。懐が痛いっす。懐。こんなに早く退院できたのに意外とお金かかっちゃって。これから通院もありますしね。うわ。いたたたたたた。入院日数が短期化している時代、日帰り入院から入院給付金も一時金で受け取れる新しい保険。ダジャレ。いたたたたた。日本生命。キャンペーン中。使命をかけて本当の辛口突き詰めた、驚く喉を染み見つけて本辛口で帰ってきたぞ。この本辛口ウルトラ Q マグナムドライ、マグナムドライ新登場。うまい。日清。お父さん頑張るからね。嫌い。お父さん大学行けるよ。ありがとね。おめでとう、うん、日本生命。天才少女ミロクちゃん、世界新記録を狙った大人の大会。何やってんだあのバカタレは。本当に全く一回しかないんだよこのチャンスは。よく自分の中で心がけなさい。前半は苦しんだ。このままだと世界記録の100を切れないかもしれない。13番、強風に煽られながら第3打。ナイス魅力。絶妙なパットだった。見事に沈め波に乗る。15番では走れ走れ登りきれ。会心のナイスオン。バーディーチャンスを得た。そしてナイスバーディー。いいぞ皆さん。心臓が縮まる。果たしてスコアは。この後見逃せない瞬間が。未来の形よかったですね。退院早くて。いたた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 。どうしました？懐が。太もも。懐が痛いっす。懐。こんなに早く退院できたのに意外とお金かかっちゃって。これから通院もありますしね。うわ。いたたたたたた。入院日数が短期化している時代、日帰り入院から入院給付金も一時金で受け取れる新しい保険。ダジャレ。いたたたたた。日本生命。キャンペーン中。ウィルキンソン Hard Nine。知らなかった。炭酸でチューハイがこんなにうまくなるなんて。炭酸にこだわるとチューハイはうまくなる。ウィルキンソン Hard Nine 超刺激系チューハイ新発売。
アサヒの極上切れ味は、うん、麦 100% で高発酵、このうまさ、うまいの一言ではうまい、言い表せないうまさです。こんなうまさがあったんだ、アサヒ極上切れ味。新しい時代が始まる。15歳、史上最年少の世界王者へ。記録がある以上塗り替えたいです。女子は50年ぶりの金メダルへ。優勝しか見てないなって思ってます。自分普通じゃないんで新時代の扉を開け、世界卓球4月23日開幕。弥勒ちゃん7歳、ついに訪れたその瞬間、100を切った、世界新記録だ。けれど彼女は知っている、これがまだ人生の通過点だということを。よく立てからした、カード置いてる。おめでとう、おめでとう。あー、よく頑張った。よく立てのしたんね、すごかったじゃん、うん、よく頑張った、ほんとに頑張った。怒られて我慢して、我慢の木に花は咲いた。弥勒が怒られてる姿は本当お母さんは見たくないですけど、それを我慢しながら見ててくれたんで、お父さんもあのいろいろな練習とか、あの練習を付き合ってくれて、本当にお父さんにもすごい感謝してます。お母さんにもすごい感謝してます。茨の道なんですけど、まあ、あの負けることなく突き進んで頑張ってもらいたいと思います。はい、いやもう言うことないですね。あの娘と、あの家内と、あと息子たち、もう本当にもうみんなの犠牲のもとでこういう記録にチャレンジできるので、もう感謝しかないです。もう本当にみんなにありがとう。弥勒ちゃん、ゴルフ好きかな。はい、好きです。いやもうね、もうビビる大きいのコメントが邪魔になるんじゃないかっていうぐらいの VTR でございましたけど、やっぱり今回弥勒ちゃんの場合はお父さんがコーチということでしたけど、やはり早いうちにいいコーチと出会うという運というのもやはり必要なことかなというのをね、強く感じました。教授いかがでしたか。英才教育ってさ、はい、本当に子供が好きでその競技とあの出向いてるのかな、うん、向き合ってるのかが俺は心配だったんだけど、はい、あ、やっぱこれイチローと同じなんだよね、うん、イチローもね、バッティングマシーンがおもちゃだってたよね。弥勒ちゃんもね、もうゴルフが大好き大好きでしょうがないんだよな、うんうん、それと家族のなんていうのかな、後押し、うん、これがね、なんか弥勒ちゃんの、あ、もういいか、嬉しくなっちゃった俺。家族みんなで戦ってましたね。感激しました、